やべえやつまた来た。ということで朝の出席確認。友達、メガネの友達、サイコくん。あれ、サイコくんがいない。服装的に寝てるこの子かな。いや、どういうことだよ。頭がボールだし、ボールに顔が描かれてる。そうなると外にいるこの子かな。サイコくんいた。スコップゲットして渡してあげると、その芸術作品イラストだけじゃないのか。どうやって作ったんだろう。ということでサイコボーイ2、またまた破天荒な予感がする。電話めんどくさい。電話かかってきた。今はサイコくんしかいないし、頑張って電話取ってもろて。配達のお兄さんかな。待って、サイコくん無言なんだけど。お兄さん困ってるよ。どうしよう、手持ちにハサミがあるけど渡してみる。やると思った。棚を開けると報酬って書かれた箱がある。これハサミで切れるんじゃない。中からスマホゲット。これ渡して。お母さんだ。呼び出し中。繋がったかな。嘘でしょ。お兄さんとお母さんが電話越しに話してる。どんだけ電話話したくないんだ。手を洗ったら、サイコくんちゃんと手洗ってるじゃん、えらい。泡を流して。でも待って、ハンカチがないな。あー、友達の、友達の服で拭いちゃダメだよ。右に雑巾あるけど絶対違うよね。他に何かないかな。机の上に落書き帳？いや、算数の教科書だ。そして下にハンカチあった。これ渡してあげて。よし、これで平和に終わった。まずい、サイコくんがピンチだ。片っぽ故障中だし、ちょっと早く出てもらえないかな。ガチャ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 、怖すぎるって。おじさんごめんよ。ワンちゃんこっちの故障中のトイレ使えないか。うわー、噴水になってしまった。他に何かないか。ポスターっぽいの取れた。2階ノック。これサイコくんに渡してみようか。なるほど、おじさん中で寝てたのか。無事に交代してもらって、なんとかセーフ。明らか犯人。待って、めちゃめちゃ肌荒れてる。見た目的にサイコくんっぽいけど、いやでも違うって言ってるしな。ちょっといろいろ探してみよう。木の後ろからローラーゲットした。これ渡してみる。ぺちゃんこにして、チューリップをしおりに。そりゃそうだよ。窓の奥にいるの先生かな。やべ、引きずられていってしまった。反対側見てみようか。相変わらず天才的なアートが。長路ゲット。長路にお水汲んで、チューリップも取れた。なるほどね。この状態でローラーをかけて、チューリップを植えて、お水をあげると、チューリップ復活した。サイコくんナイス。待って、さては犯人君たちか。やばい、サイコくんに埋められてしまってる。これはどんまい。タクシー待てない。セミも鳴いてるし、めちゃめちゃ暑そう。確かにこの中待つのはきついかもしれない。後ろの自販機130円入ってない。なんでホットしかないんだ。じゃあとりあえずコンポタで。あっつい。おじさん大丈夫か。これおしるこでも、やっぱ同じか。左側に行ってみると、トラックのお兄ちゃんが寝てる。この人起こしたいな。さっきのとこにいたセミを捕まえて、セミの鳴き声で起きてくれないか。起きた。サイコくんナイス。新しいジュースが補給されて、ホット以外も増えてる。じゃあサイダーの方にしちゃおう。おじさんのタクシーが来て、オッケー、サイコくんも乗れた。ナイス。切符なくした。やばい、ポケットのどこにも入ってない。こういう時はまず窓口行かないと。人はいないけど笛ゲットした。これサイコくんに渡してみると、踊り出してしまった。友達めちゃめちゃ恥ずかしがってる。右側に行ってみると、このおじさんポケットに何か入ってる。そのまま尾行して、一緒に出るのはダメだよ。捕まってしまった。やっぱ車掌さんに助けを求めよう。笛渡してみたらどうかな。電車が行って、後ろに困ってるおじさんがいる。どうやって渡ったんだ。椅子の下に回数券が落ちてる。これおじさんのかな。無事に見つけてあげて、なんと1個もらってしまった。ということでなんとか出れました。無事に合流だ。キリンから降りて。なんでそんなところにいるんだ。危ないから早く降りた方がいいよ。ほら、言わんこっちゃない。大丈夫か。下には友達がいる。
待って、ペリカン歩いてきた。あれ、サイコくん消えてる。どうやって降りたんだサイコくん。待って、食べられてしまった。抜け出せない。このペリカンだけ変だぞ。中からハサミゲット。これで枝を切って、これ下で構えてたらキリン降りてこないかな。降りてきた。サイコくん早く降りて降りて。ということで一件落着。これからは登っちゃダメだよ。トイレ行くから荷物見ててね。ということで荷物番だ。待って、めちゃめちゃ怪しい人出てきたんだけど。何この人。うわ、やりやがった。そんな堂々取っていかなくても。サイコくんも追わないと。友達二人の行動が早い。この自販機はジュースが買えて。やばい、サイコくんもトイレ行きたくなってる。2個とも取られちゃった。カバンの中にバナナが入ってる。これサイコくんに渡してあげると、食べてバナナの皮をポイ。ちょっと待って、友達大丈夫か。荷物は無事だったけど友達が無事じゃない。じゃあこれをゴリラに渡してあげて皮ゲット。怪しい人に渡しちゃえばいいんじゃない。とて、ナイス、バナナの皮。オッケー、無事に合流できた。ナイス、最高。スライダー、ウォータースライダー、めちゃめちゃ楽しそう。一緒に滑ってしまうか。うわー、とってもナイス、スピード出てる。やばい、大事故になってしまった。左側に行ってみるとメガネの友達がいる。何持ってんだこれ。オレンジの玉、緑の玉、ピンクの玉、あとゴーグルもゲット。ゴーグルサイコくんに渡してみると、なんかくわえて出てきたんだけど。赤の玉もゲットした。何に使うんだろう。上に戻ってみて、ここ開ける。弱と強、なるほどね。これ赤はめたらスイッチになった。強にしたら友達が滑って、これでサイコくんも行けばいいんじゃない。相変わらずすごいスピードだ。1カメ、2カメ、3カメ、危ない。これダメだ。友達を行かせた後に弱にして、この状態で出発。無事に下まで降りてこれた。ナイス、無人島最高。まずい、二人ともかなりやつれてる。長めの木の枝でなんとかできないかな。なるほどね、 SOS を書いて助けを待つと無事にやってくるといいんだけど。待て、サイコくん、君は何を書いてるんだ。せっかくの SOS が消えてるよ。浮かんでる瓶はどうだろう。中に紙とペン、これに助けを書いて海に流せばワンチャン。ボトルを友達が拾った。これいけるんじゃない。無人島にいます。バツバツ海のあたりだと思います。楽しいです。余計な一文書き上がった。なんか奥から煙出てない。すごい、無人島なのにテレビもスマホも揃ってる。槍を倒して魚を釣りに行こうぜって言ってる。さあ、サイコくんたちとご対面。大丈夫か。まさかのスマホ貸してくれた。無事にヘリで救出。すごい、顔にメイクされてる。これで一件落着だ。最初の3匹、見たことある光景だ。君の冒険のパートナーを選ぶのじゃ。じゃあ水タイプのこの子にしようかな。え、嘘でしょサイコくん。じゃあ真ん中のこの子は。よかった、この子は生きてる。待って、逆に食べられてるんだけど。じゃあ今度こそ炎タイプの君だ。かわいそうだけど一番平和。全部ダメだ、他の場所も探そう。椅子をどけてパソコンをつけると、ファイルの中に1個怪しいのがある。解説資料、これサイコくんに渡してみようか。待って、博士にも解説ついてるんだけど。わしじゃ、世界を飛び回る冒険者じゃったんだぞ。なんじゃと。わしと冒険に行きたいじゃと。はい、にしてみるか。まさかの博士連れて行けるん。道案内してくれてる。この子たちもちゃんとパートナーが見つかってよかった。カー VS 最高。うわー、蚊の嫌な音がする。友達のほっぺたに止まっちゃった。ほっぺから動かないし、これいけるか。えい、やばい、あまりにも強すぎる。チョッカマンゲット。これ蚊取り線香っぽくない。火はつけれないか。襖開けるとハエたたきもゲット。反対側の襖開けると風鈴もあるけど取れないな。じゃあどうしよう、一旦サイコくんにチョッカマン渡してみる。あっつー、直に火はダメだよ。待って、風鈴鳴らせたわ。お茶持ったおじいさんがやってきて、メガネ部分から蚊取り線香ゲット。これセットして火をつけると、オッケー、蚊が落ちた。これで安心してスイカが食べれる。当てられたくない。サイコくん以外全員手挙げてるよ。
このままだったら大丈夫な気もするけど、一旦前の方見てみようか。みかんが2個あります。4人で分けるにはどうしますか。先生タッチしてみると、生徒名簿。待って、サイコくんの名前サイコサトルなの。初めてフルネーム見たかも。なるほどね、今日は5日だから。あー、これはワンチャン当てられるかもしれない。手挙げてるし、女の子当ててくれないかな。うわ、こっち来た。やばい、無限に避け合ってる。ドア開けたら何かないかな。ランドセル持って。待て待て待て、わからないからって書いちゃダメだよ。黒板からチョークゲット。これ何か書き足せないかな。3月15日最高の日になった。ということで15番のメガネの友達 0.5 個。ナイスだよ。サイコくんはいろいろおかしい。サイコメイク、サイコくんがメイクするのはまずいんじゃないか。まあたくさんメイク動画あるし使ってみよっか。めちゃめちゃ濃いな、これは怒られるよ。奥にもメイク道具がある。黒のアイシャドウゲット。右側見てみると、お姉さんが何か探してて、あとクマさんがいる。お姉さんが探してるのはアイシャドウじゃなさそう。ポスタータッチしてみると、白のファンデーションゲット。じゃあクマさんは動物園のアイドル、もしやパンダになりたいのか。じゃあ白のファンデーションと黒のアイシャドウでパンダになった。満足したっぽい。さっきの雑誌と、あとメイク落としもゲット。じゃあサイコくんにこの雑誌見せてあげて。待って、さっきよりひどくなったし、 BGM が。探してるお姉さんにメイク落としはどうだ。ちょっと待って、おじさんじゃん。美人マスクゲット。このマスクつけてみる。すごすぎるんだけど。傘が欲しいな。サイコくん寒そう。雪が降ってるのに半袖半ズボンはまずいんじゃないか。一つここ空いてるし、座ってたら傘もらえないかな。やばい、雪が積もっていて凍ってしまった。雪の山からスコップゲット。ここのお団子は。お供え物食べるのはまずいんじゃないか。お地蔵様が動いて雪だるまになってしまった。ここひび割れてるし、スコップで何かできないかな。掘った中から赤の布ゲット。サイコくんに渡して。すごい、震えが止まった。この状態で座ってみると、おじいさんが傘くれた。これで凍らずに済みそう。トイレ変わったよに。またまたサイコくんがピンチだ。でも今回はこっちのトイレ空いてるくない。開けてみると、うわ怖すぎる。なんで手が出てきてるんだろう。おいでって言ってるし、行ってみるか。サイコくんの方が強かった。右側に行ってみると、ゴム手袋と雑巾、あとはしごもゲット。2階ノックのポスターも取れた。確か1の時はこれでいけたんだけど。コンコン、ダメだ、今回は出てくれない。さっきの手にゴム手袋渡してみると、ハマった。雑巾も渡してみる。水が欲しいって言ってる。お水で濡らして、これならどう。すごい、めちゃめちゃ綺麗になった。ということで今回も一件落着。サイコ食べ放題、全部美味しそう。え、どれから行こう。後ろのお肉すっごく気になる。1枚ずつ切ってくれて、おしゃれに盛り付けてくれてる。千葉、まさかのそっち持ってくのか。そりゃ止められるよ。じゃあこっちのお寿司は。いいね、たくさん取って。待って、よく見たらネタだけ取ってないか。シャリだけが残ってる。ピザも同じような予感がする。一切れ取って、やっぱそっち持ってくんだ。後ろの台車から大きなお皿ゲット。これサイコくんに渡してあげて。え、どうしよう、お肉再チャレンジしてみる。まさかのシェフがそのまんまくれた。たくさん食べれる。終業式の荷物まとめて全部持って帰る派か。めっちゃプルプルしてるよ。あ、荷物全部取れた。待て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 、押し付けて帰ろうとするな。手前のトラック開けてみると、え、待って、入っちゃった。翌日、まさかの友達の家に運ばれてる。この後ちゃんと持って帰るんだぞ。学校の方に行ってみると、物置き場が開いた。ちょっと待って、置いてっちゃダメだよ。待って、先生と荷物がワープしてるんだけど、どうやったんだ。窓を開けると配達員の人がいる。伝票が半分破れちゃってる。トラックの中からもう半分ゲット。お兄さんに渡してあげて、無事お届け完了。トラックがいなくなって別の車がやってきた。車乗ってってもいいよって言ってくれてる。めちゃめちゃ優しい。ということで無事帰ってこれました。ナイス。
時友達の服で拭かなかったっけ。うわまたやる気か。友達もちゃんと覚えてる。水道の栓ができた。水が溜まってきた。窓を開けるとメガネのレンズが片っぽ外れてる。これを探してあげたい。お顔には手を拭くのポスターゲット。これ最後に渡してあげると。ちょっと待って、違う違う、それで拭くんじゃないよ。友達側の水戻して栓を閉めると水位が上がってメガネのレンズが出てきた。はめてあげて。事前に友達がハンカチ貸してくれた。優しい。これで一件落着。カニの郵便屋さん。なるほど、手紙をメガネの友達に届ければいいのか。じゃあ早速受け取って。でちょっと待って、切れてしまったんだけど。カバンを開けると入れてくれた。これで運べる。じゃあ進む。糸が2つある。赤い方を切るとツボが落ちてきた。こっちの青いやつは。待って、サイコくん、カニ鍋にされてる。じゃあこのまま進んでみよっか。やばい、ハマってしまった。なるほど、ツボを取らずに渡って友達渡こか。そのまま進むと、待て待て待て、タコは美味しいけど食べちゃダメだよ。ここでツボを渡してあげると入ってくれた。タコツボってやつだ。さらに進むとようやくメガネの友達の元に着いた。夢落ちか。待って、ずっとハサミチョキチョキしてる。どんな寝相してるんだ。友達が風邪ひいてる。だいぶ辛そう。サイコくんはお見舞いかな。何持ってきたんだ。チキンだ。風邪の時に油っぽいものはちょっときついな。他に何かないかな。このスマホはどうだろう。もうついてる。うん、何号室だっけ。あー、何号室だっけ。結構高層階に住んでたイメージだけど。ドアの外見てみると手紙が置いてある。裏面に210号室。これだ。2105。サンキュー。早速友達来てる。あげてあげて。なんかネギとか持ってるし、一旦キッチンに行きますか。おかゆ。風邪の時はやっぱおかゆだよね。スタート。おかゆにチキンは使わないよ。メガネの友達ナイスアシスト。ということで無事に卵がゆができました。わあ、よかった、食べてくれてる。早く元気になりますように。お化けがパニック。いろいろ心霊現象が起きてる。このお姉さんは、なるほど、顔がないのか。浮いてるペンをゲット。サイコくんに渡してみると、お、顔描いてるけど相変わらずのイラストだ。お姉さん気絶してしまった。お墓から写真ゲットした。なるほど、これ見せてあげて。ペンを渡すと、あ、すごい、めちゃめちゃ可愛くなった。じゃあ進む。さあ、新たなる刺客が。この火の玉だけ色が違う。ろうそくにつけて、なんか腕出てきたんだけど、針ゲット。これ渡してみる。あっぷな。お姉さんのカバンの中から目薬ゲット。これ刺してあげようか。吸血が治って成仏した。ナイス。さらに進むと一旦もめた。でもなんか破れてるな。クモの巣ゲットして、これでほつれを直して、喜んでもらえた。まさかの連れてってもらえる。サイコスイッチ。え、なにこれ。押せ、絶対に押すな。最初に押すな。右に行くと紫の次に押せ、3番目に押せ、左は青より先に押すな、最初に押せ。なるほど、いい感じに押さなきゃいけないのか。じゃあまず最初に押せを押して、次が紫の次に押せ、これだ。で3番目に押せ、青色かな、最初に押すな。で青より先に押すなからの押せ、回って発射。発射。なになになに、何が起きるんだ。待って、サイコくん飛んだんだけど。どういうことだよ。待って、終わったんだけど。どういうことだ。ミルクくださいな。レッツ乳搾り。バケツ持ってるし、いただきますか。待って、もしやこの子オスでは。蹴飛ばされてしまった。右側に行ってみると、何このモコモコしたの。奥にも牛がいるな。ベル鳴らしてみると、待って、大量に来たんだけど。サイコくん生きてるか。餌どけてみると、バリカン出てきた。このモコモコされそうじゃない。ワンちゃんと羊だ。ワンちゃんのスカーフゲット。これサイコくんに渡してみると、これ突進されるやつじゃない。避けれるか、サイコくん。
いなくなったけど女の子の推しが来た。よかった、サイコくん無事だったっぽい。ということで無事にミルクゲット。サイコ事件簿、まずい、魂が抜けてる。この状況明らかに犯人サイコくんっぽいけど、ロッカーの中からブルーシート、ますます怪しくなってきた。右側に行ってみると調理室だ。オムライススタートしてみると、なるほど卵がないのか。サイコくんが作ったであるオムライスゲット。虫眼鏡もゲット。これサイコくんに渡してみると、お腹すいた。お腹が空いてて倒れてたのか。そしたらこのオムライス渡してみる。やばい、もう一回見せれてしまった。上に行ってみると屋上だ。何これ、石かな。ゲット、もう一個ゲット。何に使うんだこれは。ここで使うのかな。カラスが飛んでって鶏だけ残った。卵ゲット。女の子に渡してあげて、無事オムライスゲット。エスパー君に渡してあげて、よかった無事生き返った。これで一件落着。テレビ出たいな。すごい、インタビューやってる。これワンチャンサイコ君にインタビュー来ないかな。来たー。今日はお出かけですか。何して遊ぶのかな。ちょっと待って、何を言ってるんだ。しばらくお待ちください。銅像のワンちゃんがハサミくわえてるけど取れない。こっちのおじさんは、今日はお仕事ですか。これから取引先に。ちょっと待って、なんか映ってる。なんかいろいろ映ってるから。砂嵐になってしまった。お肉ゲット。右側に行ってみると、剣とあとハサミもゲット。サイコくんに剣を渡してみると、やばい、おまわりさんだ。サイコ容疑者、銃刀法違反の疑い。テレビに出れたけど捕まってしまった。お肉を渡してみると骨になって帰ってきた。なるほどね、骨を渡してハサミゲット。サイコくんが黄色のハサミ持ってた。3個にくっついて渡してあげると、そんなお手玉みたいにそこでジャグリングするんだ。迷子とサイコ、ママとはぐれちゃったのか。これは一緒に探してあげないと。ん？カートに乗せて。待って、どこ探してるの。さすがにその3箇所にはいないんじゃないか。ポスター見てみると片っぽ空欄だ。お、この中入れる。めっちゃノリノリの店員さんがいるんだけど。やばい、何にも気づかない。落とし物箱からプリクラかな。待って、あの子のママじゃない。このマイクで迷子放送するのはどうかな。全品半額。やばい、天井とかしてしまった。このポスターにプリクラを貼って、よし、これでママを探すポスターができたぞ。 CD が爆音流れた。やっと気づいてくれた。ポスター見せてあげて、店員さんが放送かけると、ルナさん、よかった、ママやってきた。これで無事一件落着。招かれ誕生日、友達の誕生日会だ。じゃあ早速吹き消してもらいますか。じゃあ今日はサイコくんの誕生日じゃないんだよ。テーブルから風船ゲット。これサイコくんに渡してあげて、オッケー、この状態だったら吹けないでしょ。おめでとうからのケーキを切る。待って、うっさい。しかもそっち持ってくんか。後ろの飾り取れた。ワンをゲット。後ろの窓も開いた。この容器は、なるほど、ここだけ抜けてる。はめてあげて、ハチミツゲット。この木に濡れそうじゃない。めちゃめちゃレアそうなカブトムシ来た。机の下にプレゼントだ。カエルが入ってるんだけど、絶対サイコくんのプレゼントでしょ。この中にカブトムシ入れてあげる。あ、友達がナイフ取ってくれた。ちゃんと3等分に分けてくれて、さっきカブトムシにしたし大丈夫でしょ。はい、プレゼント、めちゃめちゃ喜んでもらえてる。ナイス、さよならサイコ。お別れ会。え、この感じもしかして転校するの。女の子の手に全部白だけどカラーペンシル。机の中に30点の答案用紙も入ってる。右に行ってみると、お水が出て、虹が出た。まさかの虹ゲット。さっきの色鉛筆に使えそうじゃない。すごい、色がついた。緑のチョークゲット。色的にメガネの友達かな。メッセージがどんどん出来上がってく。答案用紙を友達に渡して、丸めてお花にしてしまった。サイコくんが投稿して、うわー、新しい学校でもうまくやるんだぞ。時は流れて3日後。待って、意外と早いな。絶対旅行行ってるよこれ。ハワイ土産ということで転校じゃなくてよかった。迷いの画廊、みんなで美術館に来てる。真っ白な絵がある。中からもう一人のサイコくん、
サイコくん鬼って言われてる。そして3つの絵、この中から探せばいいのかな。じゃあ一番左から行ってみよう。いるじゃん。明かりをつけると、逃げてった。次は真ん中行ってみる。友達2人がいるけど、ダメだ、気づいてもらえない。一旦一番右側行きますか。チューリップが枯れてる。じゃあロケット、さっきの海で水を汲んでお水をあげると、紫のチューリップの中にいた。女の子からしおりももらった。風鈴につけて鳴らしてあげると、もう一人のサイコくんもやってきた。さあ、無事に見つけたことになったのかな。みんなの元に戻って一件落着。